イスラエルミリタリーインダストリーズが開発し、ルーマニア陸軍で使用される DACCN シリーズに多連装ロケット砲が搭載されたラロムディーゼルオートカミオンは、ルーマニアの貨物自動車メーカーであるロマン社の軍事部門でのブランド名、ブラショフ兼ブラショブに本社を構える。他国のサプライヤーに依存しない独自の軍用車両開発を目的に1977年に、 設立され、1990年代からは、工場の近代化を行っており、ロマン社の軍用車部門となっている。ロマン社は1921年に創業を開始した、ロムロック自動車工場を基礎として、第二次世界大戦後に設立された。共産主義時代の精神から、この工場は、スタグルロスと命名されており、2000年には75万台の車両を製造している。 なお、DAC トラックは、ロマンのトラックと製造ラインを共有しているが、1971年に行われた、西ドイツの自動車メーカーマント、ルーマニア政府間で締結された、ジョイントベンチャーの一部ではない。CN シリーズとして、5トンシャー氏に、マン十点三二百十五馬力のディーゼルエンジンが、搭載された六六駆動式の車両が1977年に、登場し、 その後、44-88駆動や出力が向上した V8 エンジンやターボ、搭載モデルなどの製造が行われている。ありがとうございます。